ツバイナンスのパック回避、本日はガイニクスと。はい、じゃあモルトネクスト当てていきましょう。モルトネクストどんぐらい当たるんだろう。全然当たんなかったよ。ああ、そうなんだ。仕組まるくせに全然当たんないから、うん、やばいカードだな。はい、爆竜剣術天将の儀、5000以下1体破壊してる。相手と自分か。全然強くなかった全然強くなかった、ごめんなさい。アドベンチュアブロックした時トップを墓地に置く、それがジャスティスウィングまたはドラゴンであれば強くなる。ジェスとかよりは強いですね一応。はい、3枚目ハルカスドロー。何回出んねんお前ハルカスドロー毎回出てるなこれ。はい、サイクルで、ジョーン。アタックするとき墓地に置いてビーストホークマンかドラゴンなら強くなるみたいな感じです。はい、ほい、おドラグメントイノベーション。ドラグメントイノベーションだ。やばい、俺ねジャスティス使いだったんですよ。めちゃくちゃねジャスティスループ使えたんですけど、世話になったやつ。このバージョン使ってましたね。あ、そうなんだ。俺こっちじゃないバージョン使ってた。はい、いやこれはね書いてることやばいんだよな。そうだよ、ロストソウル打てるんですよ。そうなんだ。ジャスティスループってあれ何がすごいって、まあ仮にループできなかったってなったら、じゃあイノベーションでロストソウル打って終了でっつって、必ずしもその間にループ入らなくてもいいみたいなところで9大点があったんで、うん、なんかジャスティスさえ出せちゃえば、まあ結果勝てるよねみたいなところが強かったのが好きだったんですけど、このイノベーションね、当時は4枚使えたんですけど今は1枚ですかね。まあ普通に呪文版のギフトみたいなもんなんで、めちゃくちゃ強いですね、うん、ほい、お宝あったからだ。おお、ジャリンジャリンじゃないやつか。すごい強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 いね、2枚これシンプルなやつ。元祖グリーンみたいなね感じのカードですね。グサリだね。あ、グサリか、うん、これ入ったボチリデッキありましたね。あったあった。はい、2枚目フェアリーダブルライフということで、ダブルライフ難しい、うん、3枚目ブッチビーズ、4枚より多く入れられる系です。あ、系か。はい、4枚目スラトゥスラ、言いづらいやつ、分かんないそれ分かんない。ザ・ミスター、ザ・ミスター、あー、レアのやつ。あ、これ提督でしょ確か。あ、捨てられたらうんたる簡単ですね、出る系のやつ。あ、でバニラを回収できる提督ですね。あ、バニラ提督。あ、じゃあ使いにくい。おー、100万デュエン、お、うんうん、1000万デュエンということで100ダメ感が当たりましたね。100ダメ感ということでね、ドラグメントイノベーションね、まあ、いつか俺当時のジャスティスを思い出してね、お対戦したりしたいなーなんて思ったりもしてるんで練習しておきます。ということでまた明日お会いしましょう。